こんにちは、アメリカ心臓外科医の北原です。コメント欄に届いた質問に答えています。本日の質問です。トシヒコ・ソさんからの質問ですね。貴重な情報ありがとうございます。自分は将来外科トレーニングで留学させてもらえることになった時のためにアメリカの医師免許を取っておこうと思っており、ステップ1、2CK を取得しました。レジデンシーやフェローに入らなくても日本にいながら OET、テンポラリーのサーティフィケート、ステップ3の順で取れるという理解であっていますでしょうか それで取ったアメリカ医師免許を使って数年後に向こうで臨床ができるのでしょうかそれともその方法で免許を取ってもサーティフィケートがテンポラリーなので期限が切れてしまったら免許があっても向こうで臨床ができないのでしょうかです。これはかなり USMLE 関連のホットな話題というかまあ比較的みんなあの悩んでるところですね。今まではステップ1、ステップ 2CK、ステップ 2CS っていうのを3つ取ると ECFMEG のサーーティフィフケートっていうの生まれたんですね、まあ、免許証ではないんですけれどもいわゆる ECFMEG として、まあ、あのアメリカで臨床することをまあ認めるっていう許可証みたいなものだと思うんですけれどもでそれを持った上でまあアプライするレジデンシーだったりフェローだったりっていうのにアプライしてあるいはノン,ン ACGME っていって、まあ、認可されてないそのプログラムだったりっていうのもそこでフェローシップを始めたりとかあるいはアテンディングとして働くこともその ECFMEG のサーティフィケートがあれば免許がおりればできるんだ と思うんですけれども、そのステップ 2CS っていうものがなくなってしまったんですね。えー、去年、えー、一旦中止になって、今も完全中止になったんですね。で今は、えー、とテンポラリーな形で僕の認識ではステップ1とステップ 2CK と OET を取ったら、えー、これでテンポラリーの ECFMG サーティフィケートが取れるとで。このテンポラリーを意味するものっていうのは、えー、その 持ってる間にですね、1年間の間に取った後ですね、フェローシップもしくはレジデンシープログラムにマッチすると。で、マッチして1年経ったらそのサーティフィケイトっていうのがテンポラリのものからパーマネントになりますよっていうふうに書かれてるらしいんですよね。まあ、詳しくは ECFMU のサイトに行ってしっかり見てもらうのが一番いいかなというふうに思いますけど僕が認識してるのはそういうイメージです。なので、この、えっと、要は 一番基本の木の字としてはレジデンシープログラムアメリカのレジデンシープログラムにマッチする前提の人あるいはアプライする人っていうのがその流れでいくとで中には例えば僕らみたいにです、ね、心臓外科医途中でフェローから入っていくっていう人たちももちろんいると思うんですねあるいは移植外科の先生とか、まあ、他のフェローっていうのもあると思うんですけれども ACGME っていうそのまあ、えー、ACGME っていう、まあ、組織がですね認可してるプログラムに入るってそのフェローシップを1年間やってパーマネントになるっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけども例えば心臓外科とかもそうですけど僕,は僕もそうでしたけどもシカゴ大学はそのノン ACGME のフェローシップだったんですよねだから例えば僕が同じ状況でシカゴ大学で1年間ノン ACGME のフェローシップをしたら 果たしてこのテンポラリーのサーティフィケートがパーマントになるかどうかっていうのは誰もわかんない。なぜならまだ1年経ってないからです。 今年の7月とか6月とかぐらいからフェローを始める人あるいはもう4月からフェローを始めた人それは例えば OET で取ったパーテンポラリーのサーティフィケートで取った人が始めていたらその人が1年後どうなってるかっていうので答えが出るんじゃないかなっていうふうに思いますね一応 ACFME のホームページ上に記載されているのはレジデンシーと ACGME アクレディットいわゆる ACGME に認可されたプログラムじゃないとダメですよっていうふうに書いてあるけどもノン ACGME じゃダメって っていう記載はないらしいんですよね。だからどうなるかわかんない。一応僕の知り合いの知り合いの心臓外科の先生が、小児心臓外科のノン ACGME のプログラムにマッチしたと。で、その人はテンポラリーのサーティフィケートで入ったらしいんですよね。その人が1年後にどうなるかっていうのはすごく興味があるなというふうに思いますね。まあ僕の予想ではなんだかんだ言ってテンポラリーがパーマネントになれるんじゃないかなっていうふうに思います。 でこの人の質問に戻るんですけれども、まず、えー、レジデンシアェロンで払わなくても日本にいながら OET テンポラリのサーティフィケートからステップ3の順で取れるかって、これは、ね、取れるみたいですっていう話を聞きました、ステップ1、2、CK で、えー、ステップ、えー、OET を取って、テンポラリの ECMG を取ったあとにステップ3を取りましたっていう人がいました、なんでこれはできま,すあのできました、今のだけはちょっと分からないけども、少なくとも数ヶ月前はできたっていう話です。 で、さ、え、ら、ー、に言うと、えー、その後ですねそれで取ったアメリカ医師免許を使って数年後に向こうで臨床ができるのでしょうかっていうふうに書いてあるんですけど、ね、このアメリカ医師免許っていうのは、別に ECFME のサーティフィケイトとかステップ3とはまたちょっと違うんですよね。えー、医師免許っていうのは、州ごとに認可されてる免許っていうのまた例えばニューヨークに行ったらニューヨークで出すとか、僕だったら DC に行ったんですけど、DC で出してもらう免許っていうものがあるんですよ。 だから、仮にステップ3まで取ったとしてもですね、これが ECMD のパーマネントじゃなくてテンポラリーのものであるんだったら、例えば結局レジデンシーとかフェローを1年間やってパーマネントにしないことには、その先に進めないっていうのが今の現状だと思うんですよ。 だから今、例えば、この人が学生なのか研修医なのか医師なのか分かんないですけれども、今、ステップ3まで取ったから、よし、この状態で、あと5年後、6年後に、アメリカにまあフェロー、を持ちレジデンシーでトレーニングで行って、じゃあこれ使えますかっていうふうに言ったらですね、このテンポラーのもの使えますかっていうふうに言ったら、それはかなり分からないです。 でしかも、その時には、もうもはや、ステップ 2CS の代わりになるテストっていうのができてると思うんですよ。もうあと1年、2年で必ずできると思うんですよね。で、そうした時に、じゃあ、OET で取ったテンポラリのサーティフィケート、5年前のものっていうのが、その新しいテストがある状況の中で使えるかっていうと、かなりグレーからちょっと黒いところに行くんじゃないかなと、使えないんじゃないかなっていう気がしますね。やっぱり、その新しい試験を受けて、ちゃんとした ECMG を取ってくださいっていう風になるのが、まあ、 えー、妥当な線なんじゃないかなっていうふうに思いますね。なののでまああのー 今すぐに今年来年でマッチするっていうあるいはフェローで行くとかっていうふうなことが、えー、決まってない場合っていうのは今の段階でそこまで取っても、えー、逆に例えばそのテンポラインのサーティフィケートを取っても使いどころがなくなってしまうんじゃないかっていうのはありますね。それだったらまああの例えば1年2年ないし待ってそのステップ 2SCS の新しいものが出た段階でそれを取って 行くっていいいいいう方がいいんじゃないかなかと思いますただ、もちろん OET を取って、ステップ2 c そのテンポラリのサーティフィケートを取ることに悪いことはないと思うんで、OET 取って、サーティフィケートを取っといて、で、例えば、ステップ 2CS の新しいものが出て、そっちでやらなくちゃいけないよって言ったら、また改めてそこで取ればいいっていうのも、まあ一つかなというふうに思いますね。一番安全な策はそんなような流れでいくのかなというふうに思いますね。ただ、えっ、ー、と、まあ、えー、状況は本当にわからない。 ことが多いかなというふうに思いますので現状はそういうところだっていうところですねで あとは、そうですね、将来外科トレーニングで留学させてもらうことになったときのためにって、まあ、この、えっと、どういう、例えば外科トレーニングっていう風に言ってますけれども、何外科かにもよってだいぶ変わると思うんですよね。まあ、消化器外科なのか、呼吸器なのか、心臓外科なのかって、まあ、心臓外科の領域ってのはです、ねまあ、結構心臓外科がい,いっぱいいるんで、まあ、大体例えばトレーニングで2年間行ってきましたっていうのを、割と話を聞くんですよね。フェローで行きましたって言って、まあ、それは非常にこの理にかなってるような気がするんですけれども、他の科でですね、例えば 例えば、あれは消化器外科とかですね、移植外科じゃなくて消化器外科で2年間フェローでアメリカに行って戻ってきましたって、あんまり聞かないかなっていう印象がありますね。そこまでなんかこう、えー、話としては聞いてないのかなっていうふうな、まあ、メリット、デメリットの話だとは思うんですけれども、ね、あれは他の 日本そのアメリカじゃなくて別の海外に行ってる人の話とかの方がよく聞くぐらい、えー、領域としてはないのかなというふうに思いますねだからこの人が何かに行くのかによっても、まあ、ちょっと違うんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、その外科何かだったらどうこうっていうのを詳しく聞きたかったら是非またこの人も質問を下に書いてもらえれば、えー、答えしようかなというふうに思います。 ということで、今回は、ステップ 2CS は廃止後の OET を取った後のテンポラリーの ECFMG のサーティフィケートの取り扱い方について簡単にお話ししました。まあとあはですね、えー 状況はどんどん変わっていくと思いますので、地区一 ECFM のサイトでですね、えー、調べてみると、いろいろと載ってると思いますので、そこから最新の情報をゲットするのがいいですし、まあ、極端な例でいくと、そこにもう直接メールして、いろいろ聞くっていうのが一番なんじゃないかなっていうふうに、えー、思ったりはします。はいまあ、実際にそういうふうにいろいろ聞いてる人いるみたいですけれども、聞いてもですね、難しい、本当にいろんな状況があって、これは結局、テンポラインサーチフィケートっていうのは、 レジデンシープログラムにマッチングする、いわゆるもう本当に正規の道を通ってる人たちのために考えられてるっていうか、その人たちがほとんどだから、9割以上だから、その人のようにつけられてるんで、途中からフェローで行く人とか、ましてやノン ACGME のフェローの人とかに関してはですね、かなり例外、例外的な感じなんで、向こうが答えをまだ持ち合わせてない場合だっていうのもあると思いますんで、まあ、結局、時間が解決してくれるしかないのかなっていうふうには思いますね。 はいえー、以上、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、こんな感じで毎回ですね、アメリカ、海外で働く医師が、えー、医療情報とか、留学関連の情報を発信してますので、気に入った方は、こちらからチャンネル登録をお願いします、えー。高評価いただけると嬉しい、テンション上がります。はいえー、ということで以上です。えー、本日もありがとううごございいまししたおお、えー、お体にお気をつけてお過ごしくださいさようなら